じゃあまずビフォーについて、はい、どんなカットがされてたかということと、はい、今についてお願いします。はい、カットはシンプルな低めのグラデーションのロングのスタイルです。カラーリングは多分いつもアッシュされてるんでしょうけど、赤みの少ない柔らかなベージュっぽいハイトーンになってました。でそこに今回はクリア剤をほとんど入れた薬剤で、カーキ色を薄めに薄めて、あんまり明るさを下げないで秋冬っぽい、ちょっとアッシュよりはカーキという色でカラーリングをつけてみました。全体的に同じトーンというか。そうですね、トーンはほとんど変えずに色だけのせるという感じです。このカラーを選んだのはどうしてですか。やっぱ秋冬なので、ちょっとカーキっぽい色が合うというのと、あの子の顔立ちが割と輪郭がはっきりと見える、どちらかというとちょっとかっこいい顔立ちだったんですけど、アッシュとかモノトーンでいくとそのかっこよさが際立っちゃうんで、ちょっとカーキとかベージュっぽさすると甘さも出てくるので、その色にしました。かっこいい系に甘さとか。そうですねカラー の明るさトーンとしては何レベル。もともと15レベル中の12とか3とかの明るさを今日は11ぐらいの明るさに変えました。そうですね、色がつくことで1メイドぐらい下がるので、そういう狙いでいきました。スタイリングは髪の長さに対してちょっと細めのアイロンで、コテをしっかり使うのではなくてストレートアイロンのような使い方で、滑らせながら、巻き込むんじゃなくて滑らせながら癖付けしていって、最後オイルで無造作に仕上げていくんですけど、やっぱちょっと目元が甘さ、顔立ちはクールなんですけど目元が甘さあるし、自然な感じにしたかったので、あまり顔周りに毛を乗っけないで、かき上げて、ちょっとパートも横分けにして、耳少し出して、色っぽくないかき上げをちょっと作りました。やっぱりちょっとカジュアルで少し、ガーリーと言っていいのか、そっち寄りの、人たちに向けて、ロングの、ちょっとスタイリングも、思い切って顔を出してっていう感じもいいかなという提案で作りました。そうですね、ここのところずっとハイライトとかブリーチでの激しい色が続いてきているので、色を強く見せながらもちょっとこうサイドの出し方を少しブラウン寄りに持ってってもいいのかなっていう。